人工透析の現場では血液が適切に透析されることが重要です。カテーテルの性能がこれに大きく関わりますが、その評価方法が十分に確立されているとは言えません。そこで今回 PIV という流体計測の手法で脱血時の流れを観測する実験を行いました。2種類のカテーテルを用意して形状の違いによる流体の振る舞いを観測し、脱血不良や血液の浄化効率を評価します。ここでは実験の概要についてご説明します。タイプ A のカテーテルはエンドホールが立体流線形の楕円状に設計されています。これにより脱血口と送血口の開口面積を最大限に確保しています。さらにエンドホールが血管壁に接触する可能性を考慮してサイドホールも備えています。このカテーテルを血管に模した実験系に設置します。作動流体として水を使い、血流を想定した流れを作ります。流れる水にはトレーサー粒子として蛍光粒子を検出します。血流を想定した水の流れを可視化するためにレーザーシート光源を使用します。レーザーシート光源は光をシート状に照射し流れの断面を見える化します。実験系にレーザーを照射し水を流します。レーザーによって可視化された流れをハイスピードカメラで撮影します。この時流れに追従している蛍光粒子は緑のレーザー光を照射することでオレンジ色に蛍光発光します。この発光を光学フィルターを通して撮影します。フィルターを通すことで蛍光波長の光のみが撮影でき、実験系からの反射光を軽減したノイズの少ない画像が得られます。ここで撮影された粒子画像は流体に追従している粒子を捉えています。したがってこの粒子の動きは流体の運動とみなして計測を行います。撮影された粒子画像から PIV のアルゴリズムで速度ベクトルを算出します。次にタイプ B のカテーテルについても同様に PIV で計測します。タイプ B のカテーテルは左右対称の大きい螺旋型のサイドホールを持ち、血管壁のへばりつきを軽減し脱血不良を抑制します。滑らかなこの形状は血流の抵抗を軽減する作りになっています。タイプ B のカテーテルを実験系に設置してレーザーシートに照射された粒子を撮影し、タイプ A と同様画像から速度ベクトルを算出していきます。